被災陣屋は、江戸時代前期から明治時代初期にかけて存在した、被災東道史歴代の陣屋。漢文9年、津藩主、東道工事が隠居し、東道高久に家督を譲った。高久の弟、東道高通りは五万国を分治され、被災藩が成立した。これは、津藩に後継者がいなかった場合に備えたものであった。被災藩主となった高通は、 江戸幕府から承認され、当時は、延辺屋と呼ばれていた南部に陣屋を築瑞し、同時に城下町の建設も進めた。陣屋は、雲津川の翌屋を見下ろす高台に築瑞され、居住場所の奥御殿を中心に、北に、米津王、北西に土塁南は、九州長家、東には、大手門があった。また、土塁に沿って、内堀を巡らしていたが、 水域は認められていなかったので溝と呼んでいた。陣屋の畜類とともに、城下町の建設も進められた。江戸から従ってきた家臣には、貸し下げ金を支給し、町民には、宅地と二端部の再園を無償で与え、城下への移住を促進した。町割は、陣屋の東と北に、武家屋敷を配置し、その武家屋敷を囲むように、総構え外堀があった。 そして総構えの外側には町民の宅地が広がっていた。一年弱にわたる工事の末に陣屋と城下町は完成した。漢文11年時点で武家屋敷200個、町屋100個であった。こうして完成された被災の町は交通の要所として立地に恵まれ、後に500個の町屋が並ぶ有数の旗子町として栄えた。また被災は、 商人の町としても知られ、四日市追い分けの鳥居を建築した渡辺六兵衛などを排出している。現在も被災は伊勢自動車道と国道165号線の接続線として、また、坂木原温泉や青山高原への観光基地として賑わっている。明治維新により武家政治が終焉を迎えると、陣屋も取り壊された。現在は公園となったり、 中学校の一部となったりして、陣屋の明瞭内向は見当たらないが、空堀が現存している。ありがとうございます。